10分でわかる NBA ニュース。イエーイ。先週の見ましたら、はい、10秒人のような扱いを受けてましたけど、無事人間ドックから帰還しました。どうも、こちらよろしくお願いします。今週も2回目の登場ということで、元月刊バスケットボール編集長でバスケットボール解説者の島本さんにゲストに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また後ほど語っていただく。そして、はい、とりあえずニュースいきましょうか。いきましょうか。10分で終わらせましょう。はい、先週もちょっとメディアでの話したんですけども、はい、まあ、始まったばっかりで、その後、うん、なんとメンフィスグリズリーズ、もちろんメディアではやりまして、うん、渡辺裕太選手ユニフォームを着て立ち姿ということで、スタイルいいからね。そうなんですよね、うん。で、まあ、本当はそれだけなんですけども、その後ですね、なんと、はい、ダンスを踊るという、うん、ルーキーがなんかね、踊らされるっていうくだりがあってですね、まあ、とりあえずちょっと見て、結構ノリノリですよね。めっちゃ盛り上がってる。楽しそう。ということで、なんとこのダンスコンテストですね、うんうん、優勝したそうです。とりあえず第一段階クリアだね。そうですね、まあ、なんか和気あいあいとしてる感じで、チームには溶け込めてるっぽいです。あとツイッター見る限り、めちゃくちゃ渡辺裕太を取り上げるっていう、ね、確かに今日の渡辺裕太みたいな練習してますみたいな動画があったり、なんかね、代表戦でちょっと左肩を痛めちゃった、はいはい、そうで、うん、まあ、軽い捻挫みたいな扱いなんですけど、うん、一応練習とかは全部参加してるみたいなんで、そうそうそう、なんかアップでボスハンドダンクやってる動画とかも回ってて、渡辺裕太選手のお母様の久美さんが、はい、あ、肩大丈夫そうじゃんってツイートされてましたね。はい、はい、さっきのこれ多分すげえどうでもいい補足なんだけど、はい、ダンスで途中こうジャンプ、片足でジャンプしながらやってることがある。あれ、ま、多分みんなダパンプの USA だって思ったと思うんですけども、はい、あれアメリカでもかなり流行ってる、なんかね、ブロックボーイ JB フィーチャリングドレイクっていう超無名の人で、ドレイクがひたすら歌ってるだけの、フィーチャリングなのにずっとドレイクがラップしてる曲があるんだけど、それのルッカライブっていう曲で多分人気が出た。それザ・パンプより先な。先々。あ、そうなの。もともとシュートダンスって言って、ああいう振りがあるんだよね。結構いろんなところで、でダンスとかその曲が流れるとクラブとかでみんなあれをやるみたいな。でスポーツ選手とかもよくアメフトでタッチダウンした後とかやってたりとか。割とね、人気の振り付けをダパンプが取り入れた的な。あ、そうなんだ。へえ、すごい。っていうどうでもいいこと。アメリカから来て。輸入して、それからもう一度ユータがやったと。そうですね、渡辺選手がどこまで分かってたのかちょっと分かんない。確かにまあでも楽しそうなんでね。この前日にユータのお父さんお母さんと、ある十何人かな集まって、はい、ユータは来なかったの、うん、向こうに行ってるし、まあまあ、あの代表戦の時ね、あ、はいはいはい、あの時食事して、とりあえずここで盛り上がろうなんて、なんかみんなバカみたいなことやってましたいいですね。ね、このルーキーのダンスコンテストは直前まで言われてなかったみたいな、ね、サプライズで、まあなんかそういうね、野球のメジャーとかでもそういうルーキーの可愛がりって言ったらちょっと日本だと相撲っぽくなっちゃうけどちょっとそういういじりみたいなのがね、伝統的にそうさせられたりね。そうですね、ダーリンはねロッカーに変なの入ってたりね。渡辺選手はツイッターでもう二度と人前ではツイートしてました僕が一番下手だったのに優勝したのは、まあ、そういうこともお含みくださいまあ良かったです、とっても褒めてて、はいはい、優等生だよな、うん、そうですね、ね、本当にしょうがないちゃんとやれるんですからね、騒げないはい、はい、で、いよいよですね、もう開幕直前ということでプレシーズンが始まったんですよね、うん、で、まあ注目されてるチームいくつか、ウルブス、うん、ジミー・バトラーが今あそか出てないことで有名なんですが所属先が決まってない、ゴールデンステートに114対110で勝ちました。まあ勝敗はね、そんな関係ないんですけど、ローズ、デリック・ローズなんとスタメンで16得点取るっていうんで、これってシーズンスタメンなの？ローズだ、ジミーが出てないからだと思うんだけど、
でもジミー、あ、そうか、ジミーの見返りが分かんないのか。そうそうそう、トレードされても、もしトレードされたら、まあさすがにウィング取るんじゃない。なるほどね。じゃない限り、じゃあ1番ローズでも濃厚、いや今回は、うん、ティーグ、ジェフ・ティーグが1番、あ2番にデリック、2番にローズ、なるほどなるほど、本当にジミーの穴埋めみたいな。なるほどね。で、この間来日してましたカリー選手は、うん、21得点と素晴らしい活躍、うん、ドレイモンド選手も8アシストと、うん、いい感じで平常運転、はい、平常運転で、注目のラプターズが、はい、ポートランドに122-104で勝ったんですけど、カワイ・レナードが久しぶりに動いてるのを見たっていう、はい、12得点3、先週は笑ってるニュースで、今週は動いてるニュースで、と初めて見ました、ツイッターにね、あの動画が上がっていたので、これかな、 So excited、まあ、ちょっと見ちゃうとあれなんですけど、まあ、動いてて、動いてて、しっかりとジャンプシュートとかも決めてるし、あのスティールも狙いに行ったりとね、あの非常に昔ながらのレナードっぽい、うん、レナードっぽいね、正確なミッドレンジが、そうなんですよ、なんでまあこのままいけば大丈夫そうかなっていう、うん、で、さらに、僕が注目してる、はい、ルカ・ドンチッチ、これはすごかったね、ルカ・ドンチッチ、あの相手がよく分かんないところだったけど、3ですかね、3月間になるのかな、ちょっとトレードでややこしいんですけども、はい、まあユーロで非常に活躍してた、うん、この77番の選手なんですけど、うん、16得点6リバウンド3ブロックと大活躍、マーベリックス今年大注目です、うん、なんかパッと見でさ、サイズ感がでかい、ね、そうだね、ちょっとね、あの、うん、でかくなったっぽい、へー、筋肉が結構ついたのと、うんうんうん、それでこのハンドルだもんね、それでガードできちゃうわけですかね、スリーもあって期待大だね、期待してる、同じ地区だからグリズリーズ嫌だけど期待をしちゃうね、これはね、でもう一つやはり注目といえば、はい、レブロン・ジェームズ、うん、これが初スリーを昨日した、うん、おお、黄色いユニフォーム、今まさにやってる、ああなるほど、という感じで、はい、プレーシーズンなかなか、うん、楽しい感じで、あれ自分のブルーズもやってたけど、それは取り上げなくていいのね、勝った、お、見てないんだよ、電車乗ってたから見てだんだんブルーズファイン・ジャパン色が薄まってる、そうなんです、はい、はい、もうちょっと一個どうでもいいニュースを入れたんですけど、はい、こちらのインスタグラムは JR スミスのインスタグラムなんですけど、まあ、ちょっと英語なんであれなんですけど、まあ怒ってるんですよ、はい、なぜかというと、このシュプリームっていうブランドがあるんですけど、うん、はい、シュプリームのロゴを、うん、あの足にタトゥーで入れたんですね、はい、で NBA ってあのブランドを身につけてはいけないっていうのがあって、うん、公式のやつ以外ね、そうなので、あの隠してくださいっていう指示、隠さないと毎試合罰金になりますっていう指示が出て、まあ、JR スミスさん怒ってますっていう、これがどうなるのか、そこにいるさ、はい、ね、あのジェイソン・ウィリアムスが、はい、あの日本へ来た時、はい、ここにね、うん、キチガエルって入れて、はい、そうですよね、で、あの某国営放送は、はい、まずい、うん、あそこにテープ貼ってくださいそういうのを思い出しました、ね、あ、確かにこれ1位話題になりましたね、そういうことですね、はい、こちらに島本さんからいただきました、これあの我が家に転がってたありがとうございます、グリズリーズ、グリズリーズ、やっぱりグリズリーズをもうなんかね、この間見てただけでね、グリズリーズをうちいっぱいあったなって思いながら、それで、はい、これのと最初にできた時にもらったキャップがあるんです、はい、そのマークがあるんですね、はい、これはもうあのインオーギュラルシーズンって、こうこの表現ってあんまり日本でやらないね、何がですか、あのインオーグラル、インオーグラル、ね、で、ね、うん、でこれはね、こういうふうに言うんだっていう表現を僕はこれで知ったんですけど、うん、でこれがあって、これなあグリズリーズだからなと思って、ずっともう何年、95年だからね、95年ですかね、23年前、うちでね、こう眠ってたんですか、眠ってたでやっぱり欲しい人にあげるのが一番いいんですよ、ありがとうございます、大事にしてくれるからですね、うんうんうん、私キャップにつけますこれ、あ、ね、いいですね、本当だから、なんかこんなのがゴロゴロ今少しずつ整理して、これはあそこに持っていこうとかね、はい、はい、さっき言ってた、あの俺が死んだら奥さん全部捨てちゃうから価値わかんないですからね、これがどうこれがどうとかね、はい、誰々に連絡してしちゃったら全部掃除してから連絡したりしてね。いや、ありえますな、はい、はい、はい、ごめんね最後ちょっと宣伝になっちゃうんですけども、はい、
ダブドリボリューム4発売。イエーイ。なんと29日発売を歌ってたのにまだ書店に並んでいないという、9月末は物流が大変忙しいということで、弱小出版社の荷物は、後回しです。はい、はい、その場合はね、自分で持っていかなきゃダメですよあの暮らしの手帳社って知ってますでしょ、はい、あれ、はい、あのやっぱ終戦直後、うん、これはあのその編集長に、はい、金森康さんに聞いた、はい、みんなで運んだ。へ、そのぐらい出版というのものは大事なんですよ。なるほど。だからあのね、だあのな、取り次ぎ店に任せておくだけじゃダメだよダメだぞお前、怒られちゃう。特に置いてくれるなっていうと、はい、絶対届けなさい。そうそう、はい、は相手絶対忘れないもんね。そうですね、承知いたしました。ぜひそうしてください、はい、出版人のね、要になってください、はい、じゃあ僕、あの、はい、ゆうたにあの色紙にサインもらってるから、いる？個人的に欲しい。そうか。そうか。そうか。いや、それ素晴らしいですね。それちょっと揉めそうですね。いや出しちゃうみたいな。視聴者にあげますか？いや。いや、いいよ。まあまあ、それは後で考えますか。はい。そんなものがある。じゃんけんで取るとか、ね。この放送後、応募がなかったら、レオが持ってったという。別企画を考えます。はい。はい、そしてダブドリもう一個なんですけど、はい、NBA 関連、はい、実はこれの後の、これボリューム4で新刊、はい、1月から2月ぐらいに発売を予定しますボリューム5で、今度は、メンフィスグリズリーズ実況のピート・プラニカさんのインタビューが取れまして、へー、はい、渡辺雄太選手にもこれ渡しといてっつって、なんとあのね、ジャパンデーみたいなのやってるんですね、メイクスでね、多分ね、はい、今日やるぐらいだと、そうですね、いや今日もう終わって、僕はねこれも渡したんですよ、ダブドリ T シャツ、だからじゃあこれ着とくよ、ハッハッってすごい気さくな方言ってくれたんですけど、チェックしたところ青いポロシャツでしょ言われたんだよね、さすがにね、なかなかあの面白い情報があるので、ボリューム5を見ていただきたいんですが、渡辺雄太選手関連でいうとね、やっぱりあの現実的なところでいうと、まずはオムリカスピに勝ちなさいと、あ、言ってましたね、はいはい、そこら辺から這い上がって、ただあの、ね、非常に今ご両親とも仲のいい俊夫さんの前で、なんですかね、言いますとあれです、ご両親がそのハイレベルなバスケでキャリアを築いてた実業団ですか、うん、っていうことが非常に彼にはいい影響を与えるはずだと、うん、あと大学4年間出てることも非常に評価されてるということでしたね、やっぱり今はね、はい、4年間やる人少ないからね、はい、NBA はね、はい、特にね、だからタレントがあってもどうしてもやっぱりね、そういう、若いうちに入ってきちゃったりとか、うんうん、まあ、あとはその両親のね指導も特にないまんまドンジャサイで入っちゃうと道を外れてしまう人も多いですけど、うん、渡辺雄太選手に関しては安心しているようなお話をされてました、うん、はい、あのファイブスターキャンプの時に本当に目立たなかった子なんだけど、はい、あのまあ、お父さんお母さんとかに常に来るわけじゃないですか、はい、で僕らお父さんお母さんと子供たち指導してたでしょ、うん、あの岡山選手がね、はい、あの真上から、はい、ユータに向かって、お前はチビなんだからドリブルだけやったらいいって言われて育ってるから大丈夫、ね、はい、大丈夫ですよ期待大ですね、はい、プレシーズンどっかの時点で出るでしょうからね、確実に出るでしょうからね、もうすぐですよね、ブレイブリー、はい、そして、10月6日からですね、楽天 TV でなんとプレシーズンも放送されますので、そうですね、はい、もう今のうちに入っていただいて、ぜひお願いします、はい、プレシーズンからチェックしましょう、はい、よろしくお願いしますということで、はい、ニュースは以上です、以上です、ね、はい、はい、10分では分からなかったですね、10分では分からなかったです、確実に超えましたねそして最後にもう一個思い出しちゃったんですけど、いいですか、はい、あのこれ全然身内の宣伝なんですけど、この T シャツ、はい、実はあのうちのダブドリデザイナーの鈴木ひろとみがデザインした、これ分かります、なんて書いてあるか、 What time is it now、うん、これこのダミアン・リラードのデイミアンね、デイミアン・リラードのクラッチショットを決めた時にやる、これはリラードタイムだぞみたいなジェスチャーがあるんですけど、それを彼がデザインして、今 D ライブさんという
ところで販売してるらしいので、まあ、興味ある人は覗いてみてください。すごい、はい、ということで前編は以上です、はい、引き続き後編もお楽しみにしてください、はい。Thank you.